さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私はですね、今日は赤べらから札幌来ました。今日はちょっと決議文の関係で調整をさせて、ロシアの領空侵犯があって、北海道の中をですね、ロシア船に入ってきたということもあってですね、それも北海道の議会としてもいち早くしっかりとご発言をしていかなければいけないんじゃないかということで調整をさせていただきましたね。皆さんで議会で決議して一般質問が始まりまして、その他にもいろいろと調整がした一日でありました。で夕方はですね、政策審議委員会で1本ありまして、みんなでいろいろと話をしながらですね、代表質問をされた関係もあって安住先生とですね、私はですね、今日は昨日の深夜にお弁当作りをしまして、そのお弁当に救われた一日でありましたね。やはりいろんなこう会議をするとやっぱり地元の食材とそのもので作ったお弁当にはもう大変救われる気持ちでありました。本当に食べるもので人の元気って決まるんだなっていうふうに思いますし、皆さんもぜひぜひぜひ地元のものを食べて、元気いただいてほしいなって思った一日でありました。それでは明日もいい一日でありますよ。